ような選手会長になってほしいか、じゃあ菅野投手から伺いましょう。難しいですね。でも彼を指名したのはやっぱこうチーム全体のことも考えながらもっと視野を広げてほしいなって思ったので、まあ、チームのことも少しずつ考えなきゃいけない年齢だと思うので、はい、なんとか役割を与えて自覚を持ってほしいなっていうところで、はい、なるほど。岡本選手、いや、でも自ら進んで挨拶をしてくれる選手会長になってほしいです。やっぱり挨拶が一つポイントなんですね。はい、どうも投手。いや、本当に勝間さんが言ったように挨拶を僕に回さないようにしていただければ、はい、いい選手会長だと思います。はい、まだ選手、今ぐらいだとハキハキ度合いが足りない。そうですね、マイクいらないじゃないですか。それぐらいで、もう地声で皆さんに遠くぐらい、はい、ハキハキと喋ってほしいです。はい、なるほど。それぐらい選手会長には求められると。僕は求めたいですね。僕が言うことではないですけど。言ってますよ。同じキャッチャーの岸田選手が。後で殴ります。やめてください。コンプライアンスの時代ですから。岸田選手。いいですね。サクッと言いましたけど。じゃあ。けど、マイシャンプー持ってますよね。マイシャンプーを持っている。お、球場で結構ガサツそうでしょ。何も気にしなさそうでしょ。はい、マイシャンプーとね、ボディタオル椅子の後ろかけてるんですけど、あれめっちゃ濡れたまま持ってくるんで、それ僕のロッカーの方向いても背もたれしてるけど、ボトボトしてるんですよ水。それがまあ知られざる大城さんかなっていう感じです。なるほど。大城さん、マイシャンプー、それは何かこだわりがあるんですか？いや、なんか一回使ってみて、まあいいなと思ったので、ただ単純に、はい、それで使ってるだけです。なんとなく使い続けてるだけ。そうです。そうです、はい、あとちょっとタオルがボタボタ水垂れてる。それは間違いないです。めちゃくちゃ垂らしてますね。隣ロッカー一緒なんで、はい、改善する気はないんですか？いや、別にいいやっていう感じです。なるほど。ちょっとこの辺りからもね、キャラクターがなんとなくこう伝わってまいりますけども、続いてのトークテーマこちらです。俺の直してほしいところ。俺の直してほしいところ、はい、はい、自分選手会長となるので、少しでもしっかり皆さんの意見を聞きたいなと思ってまして。じゃあまず菅野さん、どうですか？直してほしいところないっすよね。いや、もう何から話そうかなっていうくらいいっぱいあって、なんだろうな。いや、でも沖縄っぽくない、時間は守るし、まあ、沖縄っぽくないっていうとちょっと沖縄の人に怒られちゃうかもしれないけど、まあでも、はい、ないですね。ほら、ないです。続いて岡本選手、何かありますか？あ、スルーした。すごいぶった切るスタイルの MC ですね。直してほしいところですかって言われると、ないっすね。ないっす。戸郷選手は、ちょっと待ってください。今、菅野投手があったわって、今ピンチの時に、マウンド来た時に、次のバッターどうするっていう話をするんですけど、丸投げでどうしたらいいですか、どうしたらいいですかって聞くのはやめてほしいなと思います。え、大城選手、だってバッテリーって基本キャッチャーがリードするんですよね。作戦とかある程度考えたり、はい、そうですね、状況を考えたり、はい、でも自分はたまに先輩なので、実績もある投手なので、自分が逆に聞くこともあります。まあ聞くっていうよりも、どうしたらいいですかって丸投げで、丸投げっていうか、まあそういう感じですけど、実績のある選手なんで、はい、そこは自分から聞くときもあります。なるほど、はい、それは前向きな意見ってことですね。そうです。それしかないです。わかりました。じゃあ進んでください。続いて小原さん、何かありますか？そうですね、
特に夏の時期とか多いんですけど、まあ、僕ロッカールームの自分のロッカーにちっちゃい扇風機置いてあるんですよ。でまあやっぱりロッカーというのはちょっと暑いんで、シャワー浴びた後とか自分でボーッとこう涼んでると、そこに会長がいらっしゃって、ちょいっすか、ちょほんまちょっといいっすかって言って、バスタオル一丁で僕の横でボイーンってこう風を浴びてるんですよ。あれめちゃくちゃむさ苦しいんで、やめてもらいたい。なんなら買ってもらいたい、自分で。すいません。それは事実です。事実、はい、それも事実です。それも事実、はい、すいません。じゃあ来年はご自身で、はい、マイ扇風機、はいはい、買って、はい、ロッカーで過ごしていただくと。はい、わかりました。はい、ファル選手、僕は紳士なんでちゃんと反ります。なるほど、なるほど、ありがとうございます。あ、拍手が起こってますね、はい、ありがとうございます。紳士なんでちゃんとひげを剃る。だから結局さっき丸選手がおっしゃった大城選手がナイターデーの時とかひげ剃ってないっていうのは、結局これは大城選手、皆様から一言ずついただきたいんですが、やはりここは新選手会長にセンターに立っていただいて、ファンの皆様に一言いただいて、このステージを締めたいと思います。新選手会長になる予定です。会長、まずセンターじゃないです、ぜひセンターに、センターに立っていただいて、この4人が俺の後ろについてくると思うんで、しっかり自分が引っ張っていけるように、頑張ります。よろしくお願いします。菅野投手何点ですか？60点です。あ、増えた、よかったです。実はこの後ファンフェスタの最後も大城新選手会長ご挨拶ございますんで、ぜひ皆様ご期待ください。ということでここは締めさせていただきます。皆様ありがとうございました。大きな拍手でお送りください。どうぞご覧ください。ありがとうございました。豪華なメンバーにご参加いただきました。ということで、ぜひ今後は大城選手のスピーチ、そしてヒゲにご注目いただきたいと思います。もしかしたら1年後もう一回同じ企画をやってみても面白いかもしれませんが、大城選手がスピーチするのか、岡本選手がキャプテンがスピーチするのか、それともやはり副選手会長の戸郷投手がスピーチをしているのか、そのあたりも要チェックしていただきたいと思います。皆様ありがとうございました。そしてこの時間をもちましてグラウンドでのイベント